ときもちセカンドです。今日はね、韓国のアントンっていう地域にね、ちょっとメインチャンネルでも出したと思うんですけど、旅行に行ってきたんで、その時にね、お土産で買ったアンドンチャンマボリパン、これを食べたいと思います。チャンマって日本語で山芋かな、山芋で作ったやつなんですね。なんか一緒に実際に山芋とかも売ってたりして、山芋商品がね、いくつかあったんですよ。アンドン山芋有名なのかな。しかもね、ここに書かれてるんですけど、防腐剤とか小麦粉とかね、一切使ってないそうなんで、これもいいなと思って、はい、こんな感じで、ちょっとね、ミニパンみたいな、ミニパンケーキみたいな、どら焼きこんな感じのね、商品になってます。これほらほら、こんな感じ、ちょっとなんか挟まってるのかな、パンケーキっぽい感じなんですけど、タクチョンジャンっていうね、なんか書かれてるメーカー、ほら、パンケーキっぽいよ割ってみると、あ、なんかあんこだ、あんこ挟まってます。やっぱどら焼き的な感じだと思います。なんかね、持った感じすごい生地がもっちりしてる。あ、おいしい。もうシンプルに美味しい。あ、でもね、どら焼きとは全然違う。なんかパン生地がもちもちしてる。多分でもこれあれだろうな、山芋入ってるから多分もちもちなんだろうな。牛乳、チャルボリ粉末。チャルボリってもち麦ですね。うん。で、アンドンさんの、まあ、山芋が入ってるみたいです。え、美味しい。これ5個入り買ったんですけど、ちょっともっと買ってもよかったかも。これ結構ペロリだな、美味しい。ちょっとね、チンしてもいいのかも。冷蔵で持って帰ったんですけど、今冷たいんですけど、チンしてね、柔らかくほかほかで食べるのもいいかも。うん、美味しい。なんかお水の代わりに鮮ウユ、牛乳を使ってるそう。で、お砂糖の代わりにオリゴ糖を使ってるそうです。あ、美味しい。もっと食べよう。確かにね、これ書いてる通りにちょっと健康的な味っぽいっちゃ味かもしれないけど、私はこれすごい好きです。もちもちしてるし、別に健康的なやつって美味しくないやつも多いと思うんですけど、これは美味しい健康的な味。なんかすっきり食べれる。いいな。しかもこれね、賞味期限がかなり長いんですよ。私11月に買ったんですけど、これ来年の3月までいけますね。まあ、冷凍保管商品だからそうなのか。うん、冷凍保管だから。私でももう持って帰って今すぐ食べてるので、冷蔵庫にちょこっと入れてすぐ食べたので、冷蔵だったんですけど。はい。ちょっとだけね、これ、食べる前に、冷凍庫から出して、自然解凍して食べるといいそうです。まあ、チンしなくてもいいのか。チンしても良さそうだけどな。うん、若干ね、ちょっとだけ。なかなか美味しいです。という子が、なんか健康的な商品だから、そういうのもいいのかなと思います。よかった、気になる方ね、アンドン行った時にチェックしてみてください。アンドンってね、比較的ちょっとお土産、アンドン名物土産っていうのが多いかなって思う。なんか他の地域ってあんまりないんですよね、韓国は。地域のお土産品、名物みたいなのが。そう、その場で食べるね、美味しいグルメとかはいっぱいあるんですけど。以上、韓国のアンドンで買った、アンドンチャンマボリパンでした。